それでは本日のプログラムの12番目でございますが、巻森神楽伝承会の皆さんに登場していただきます。これからご覧いただきます巻森神楽は浜山地区の北部にある巻森神社の奉納神楽でございます。巻森神社は創建以来560年という大変古い歴史を持っておりまして、安政時代には金星様と言われ縁結びや安産の神様として知られてきました。この巻森神楽はかつて盛岡市大清水で舞われていた宮取神楽も多賀神楽の流れを組んでいると言われます。宮取神楽という言葉聞いたことがあるかと思いますが、お社の神社の社に風と書いて宮取と呼びます。山伏たちが舞った山伏神楽とは別に、神社の神職の家柄の人たちが代々世襲で舞っているのを宮取神楽というんだそうでございます。本日演じます、二柱の舞はイザナギイザナミの尊夫婦のお話の舞でございます。本日の舞台は若い舞手さんがたくさん登場いたします。伝承会の皆さんは世代を超えた継承に大変力を入れております。それでは通り神楽、笹の舞、そして二柱の舞、これは天冠をかぶって踊る舞でございますが、舞う踊りでございますが、どうぞ最後までごゆっくりとお鑑賞いただきたいと思います。巻森神楽伝承会の皆さんです。どうぞ。Thank you.
Thank you.
前半の方は子どもたちもたくさん出て将来も楽しみです。そして今ヤブリカミラという何に恥じないような素晴らしいね、宮城なんです。